summarize by giving you three sort of category of Buddhist discipline or ethic. 仏教と仏教における、3つの規律のカテゴリーについてお話しすることで、今までの話を要約したいと思います。仏教、特にマハヤナ大乗仏教においての倫理に対する一般的な姿勢というのについてお話ししてきました。でその文脈の中でですけれども、規律あるいは、仏教の中での規律について3つの種類カテゴリーがあります。Protecting you from doing wrong. Yeah, I think doing wrong things, like wrong deeds. ね、間違ったことをしないための行動規範あるいは倫理規範というふうに言うものです。一つは、今申し上げたように、は間違ったことをしない。ためのものですね。正しいと間違っているの区別については先にお話ししました。基本的には真理に照らして正しい間違っているということを定義します。間違ったことを間違ったことをしないための行動規範です。その中には5つの戒、5戒などが含まれます。お酒を飲まないとかいうことがこの中に含まれます。これ以上の行動規範を取りたいという人もいます。ですから、そのような人のためには、さらなる規律があります。僧侶になりたい人のための行動規律というのがもあります。それは一般の人たちよりもさらに踏み込んだものです。
僧侶と二僧ですね、僧と二僧のためのものです。そこから始まって、ウパシカという、一つの規律、戒だけを取りたい、殺さないとかいうものですね、一つの戒だけを取りたい人のためのものもあります。このように、仏教においては、それぞれの人のに応じて、さまざまな行動規律があるわけです。すべての人に、一つの同じ靴下というわけではありません。人によって、合わせて、違う会があるわけです。しかし、そのようなニュアンスやディテールというのは時とともに失われていってしまいました。以前にはアジアのさまざまな文化、特に儒教などがそれをハイジャックしていき、乗っ取っていき、今日ではアイビーリーグで教えられるような考え方が、その仏教の規律のあり方のようなところのニュアンスや詳細というのを乗っ取っていってしまっています。一つ例を挙げます。僧侶が4つの戒を取るとします。で、その4つの戒のうち1つでも破ると僧侶ではなくなってしまうわけです。仏教徒ではなくなるわけではありませんが、仏教徒ではあり続けられますけれども僧侶ではなくなるということです。文句を、僧侶をやめたければこの4つの戒のうちのどれか1つを破ればよいわけです。これよく他の人に、一般の人たちにも分かりやすいような例は、僧侶が他の人とセックスをしたら、もう僧侶ではないという、非常に分かりやすい例ですね。で、これは文化的な影響です。もう一つの例は人を殺すということですね。僧侶ではなくなってしまいます。もう一つの例は盗むことです。
この盗むということです。この盗みというのは定義するのが非常に難しい、微妙なところなんですけれども、一般に言われているのは、ごくごく普通の昼食の価値に相当するようなものを盗むということが盗みに入ります。昼食の価値以上のものですね、を盗む。シンガポールで、カヤト一人前分に相当するお金を盗んだら、これは盗んだということになります。ミシュランの星のついたレストランのお昼ご飯である必要はないわけです。4つ目ですけれども、これはとても危険なものです。これは僧侶、特に優秀だと言われる僧侶にはとても危険なものです。人を殺すということをしようと思ったら、ちょっとした計画が必要ですから、それほど簡単にできることではありません。セックスをするにしても、そのセックスの相手が必要なわけです。盗むというのも、盗むというのは、殺すとかセックスをするというより簡単かもしれませんけど、でもそれなりの準備がいります。4つ目は嘘をつかないというものですけれども、これはある特殊な嘘についてです。で、それは、その僧侶が私は悟りの域に達したであるとか、ある種類のその予言みたいなのをすると。で、その言葉が僧侶の口から出て、そしてきちんと聞いている、酔っ払っているような人ではない、きちんと聞いている人の耳に入って、そしてその人が騙されてしまったならば、そのことを言った僧侶はもう僧侶ではなくなるということです。ですから、この行動規律の3つのカテゴリーのうちの1つ目というのは、皆さんを誤った行いから守るためのものです。2つ目のカテゴリーですけれども、2つ目は、徳のある行いや質を積むということですね。その中には背筋を伸ばして座るということも含まれます。瞑想であるとか、素晴らしい人物を敬うであるとかいうことも含まれます。エティックは
で、これは基本的には、徳を積む、利益を得るということです。3つ目は他の人の利益になるという倫理です。Especially if you are a bodhisattva, you cannot give up anyone. 特に皆さんが菩薩であるならば、誰も誰一人として見捨てることをできないわけです。もしあなたが助けたいと思っている人が玉ねぎが好きだったら玉ねぎあげなければいけません。BBC を聞いているあなたが BBC をよく聞く人だとしたとしても、もしも、あなたが助けたい人が朝鮮日報を読みたいと思ったらそれを助けてあげなければいけないわけです。私は BBC のニュースを読むけど、あなたは朝鮮日報を読んでねっていうわけではないわけです。その人を助けるためにあなた自身も朝鮮日報を読まなきゃいけないわけです。ですから、これが仏教でいうところの倫理の要約です。しかし倫理というのは手段であって、目的ではありません。知恵のない、知恵を伴わない倫理というのは重荷だというふうに仏教とは考えます。それだけではなく、知恵を伴わない倫理というのはうぬぼれの餌であります。ですから弥勒のような人は倫理ということについて言うときに、必ずパラミーターの要素を入れて話をしていました。ハラミツですね。ハラミツの要素を入れて話をしています。しかし彼らは倫理ということを褒めたたえてもいたわけです。ナガルジュナは、この行動規律というようなものをすべてのことを、達成するための土台であるというふうに表現していました。この今回はこの倫理について何か実践を提案するということは私はしませんけれども、
actually easier than you think. It's something that you can habituate yourself.規律は重要ですし、もしそれを実践してみたならば、考えていたよりも簡単であると、それを習慣化してしまえば、考えていたより簡単なことであるというふうに皆さん気づかれると思います。ブダもそして菩薩たちもこの規律ということを実践しようと思ったら、自分のできることから始めるのが良いというふうにアドバイスをしています。簡単で小さくて、そして可能なことをやる、できることから始めるのが良いというふうに言っています。エキゾティックに見える必要もありませんし、エキゾティックに感じるようなものである必要もありません。非常に普通に見えるようなものでいいわけです。初心者のレベルでお話をしています。例えば T シャツを畳むというようなことです。少なくとも、1週間に3回、そしてそれを続けるというようなことです。そしてそれを心のトレーニングの一環であるというふうにしてやるわけです。ディシプリン、規律あるいは倫理というのはサンスクリット語で、時々、シーラという言葉が用いられますけれども、これは、冷やすという意味です。達成感、満足感みたいなものがきますね。達成感というのもあります。感じるでしょう。やり遂げた。T シャツをちゃんと畳んだ。それは自分が約束したことですし、それをやったという感覚ですね。そうすると自信のレベルが上がってきます。そうすると自分が散逸してしまう、どこか道を間違ったところに行ってしまうというところから守ってくれるわけです。どのような規律かというと、それにはたくさんあります。殺さないという規律から、とても簡単なところから始めてもいいのです。人を殺さないという規律のような、とても簡単にできることから始めていいわけです。これとても簡単だと思います。いつもやっていますね。殺す、人を殺す時間も勇気もないわけです。そして楽しいことではないですし、街に出て人を殺すなんて楽しいことではないですね。どっちにしても人を殺さないわけですから、殺さないという誓いを立てたら、
誓いを立てたならば、その殺していない間のことがずっとすべて徳になるわけですね。ですからこれがその2つ目のカテゴリーにつながるわけです。皆さん、その人を殺さないという誓いを立てていなかったとしても、今日まで、殺していないわけですね。で、それは皆さんにいいことをもたらしているわけです。刑務所に行かないとか、そういう意味のですね。しかし、誓いを立てて、そして殺さないでいたならば、それは徳を積むことにつながる、徳を積むことになるわけです。で、これが仏教でいうところの倫理ですね。倫理の話はここまでにしましょう。次は価値観について話そうと思います。しかし、この倫理と価値観というのは重なるところが多くあります。仏教でいうところの価値というのは真実にあります。これは皆さん、いろいろな場で聞いたことがたくさんあると思います。仏教の中で言われているさまざまな価値を持つもの、価値というのは、すべてこの真実という価値につながっているわけです。近代化ということについて話しているわけですけども、この現代の社会においては他の価値観というのがたくさんあります。自由もそうです。民主主義というのもその価値の一つです。価値観の一つですね。自由主義の価値観、価値というのもあります。多くの仏教徒にとってこの自由とか自由主義といった価値というのはとても甘い、良いものに聞こえます。これを私が言ったときに皆さん驚いていらっしゃらないようなので、それに私は驚いています。甘いいい考えのように思えますと言ったとき、その良い考えというのは私は非常に皮肉を込めて、言ったわけです。ああ、それいい考えだねって言った時のその言い方の中には皮肉が込められているわけです。ですから私はここで話しているのは仏教徒というのはどのようなものに価値を見出すかということを話しているわけです。
仏教の中にはいろいろな価値の価値がありますけれども、その中で私は7つの崇高な宝物という価値について今日話をします。さまざまなカテゴリー、分け方があります。仏教徒が価値を見出すのは空想だけだというふうに言う人とも言います。しかし誰が空想をきちんと理解できるでしょうか、空想何私たちにとって何か良いことあるのでしょうか、どのように実践したらいいのでしょうか、あまり役に立たないように思います。これもう一つのカテゴリーの分け方はとてもいいものかもしれませんけども、あまり多くの注意を受けていません。でこの仏教のが持っている仏教の中にある価値というのは人権であるとか言論の自由であるとか、そういうことよりももっともっと根本的で重要なもので、全ての人が持つべきものです。でそれはエンパシー、共感です。でこれは非常に根本的なものです。休憩の前にお話ししましたけれども、他の人の立場になってものを考えてみる、感じてみるということですね。自分が雲の立場になって、昆虫の雲ですね、虫の雲ですね、の立場になって1時間、ものを考え、世界を見てみる。すべての生き物について、共感を持たなければいけない。その一つ一つの立場になってものを見て感じてみるということです。カルナ、メタといった仏教のいろいろな教えというのは、すべてここにつながっているものです。共感ということにつながっているものです。もしもバイデン大統領が、ドナルド・トランプの立場になって、1時間でもいいので、ものを考えてみることができたら。そしてその逆も、逆のことも起こったとしたら、他のもう一方の人の立場に立って、ものを見て、その人の文化や環境の中から環境でものを考えてみるということが起こったら、非常に、素晴らしいことだと思います。山に住む人たちが、平原に住む人たちの立場でものを考えてみる、その人たちに共感してみるということですね。
曇りの天気が多いところの人がですね、オーストラリアの農場の人たちに共感してみるとかですね。アメリカに行った時にですね、この農場の間を何時間も何時間も、ドライブするわけです。で、そこで、他の人の土地に入ってはいけないという看板がそこにあるわけですけれども、それはアメリカの田舎農村地域ではそうですけれども、カルカッタではその看板は何の意味も持たないと思います。共感を持たなければいけません。で、彼らはもう何世代にもわたってそのような環境で生きているわけです。で、この共感というのは非常に大事ですけれども、今日私はこの7つの崇高な宝という、それについて話をしようと思います。一つ目は Unwavering trust to the truth。真理に対するなくなることのない、信頼です。誰かが銃を持って、銃をあなたに向けるとします。そして、作られたものというのは、無常であるという真実を思い出さなければいけません、あなたは。あなたは口ではそうですそうですと言ってるかもしれませんが、心の中では違う、組み合わせによって成り立つすべてのものは無常であるというふうに、心の中で思っているわけです。命を守る、自分の命を守るために、あるいくつかのものは、無常ではないと言うかもしれません。それは、火は熱く水は、湿っているということについて揺るぎのない信頼があるというのと同じことです。一つ目の価値は、この真実に対する揺るぎのない信頼ということです。これは簡単なように聞こえても実際にやってみるのはとても難しいことです。例えば、原因と条件と結果に対する揺るぎのない信頼というのをよくよく考えてみると、とても複雑なものです。原因と条件とその結果にのゲームを信じるのであれば、心から揺るぎなくそれを信じるのであれば、その状況に達するというのは難しいことです。
どこかから救世主が現れるということを信じたくなる、そのような誘惑というのはいつもあります。それが一つ目です。で、二つ目は私が今まで話してきた、倫理についてです。倫理ですね。三つ目、とても良いものです。これ必要だと思います。それは満足感です。すべてに対する満足です。仏法を除くすべてのものです。で、それは生きていく上でとても大事な戦略だというふうに思います。やりすぎないということです、基本的には。それをすることによって、すべてのものがもっと楽しめるようになります。それで十分と思うことです。1000回バリ島に行く必要もありません。本当に行きたかったとしても、もうこれでいいっていうふうに自分で思うわけです。昔行ったバリはとても良かったなというふうに思い出すわけです。そうでなければ重荷になり、仕事やらなければいけない仕事 のようになってしまうでしょう。これについては多くのことが議論され語られてきました。しかし、このような考えがこの消費社会の中で生きるとは思えません。ここだったか他の場所だったか忘れてしまいましたけれども、このことについて話したことがありました。私はシンガポールの国の歴史よりも3年年上だと思います。ですから、シンガポールより 3年年上だということになります。4年でしたか ?61 年生まれですけど。私はシンガポールより3年年長です。じゃあ私、あとジーンズ何本必要でしょうか？あと T シャツ何枚必要でしょう？もう計画立てることができます。そして予算を立てることができます。そういう意味での満足というのを言っています。毎月
毎月1枚 T シャツを買うとしましょう。まあ、それも苦しみなんですけれど、どこに置いときましょう、どこに入れときましょう。まあ、そのように、予算を立てたなら、お金持ちになるでしょうし、健康になるでしょうし、ハッピーになるでしょう。それが二つ目です。ドリンポチョ言ってますけど、多分三つ目です。三つ目の価値です。と言って、リンポチョ言いましたけど、通訳の方が今、現地の通訳の方が、おそらく直していらっしゃると思います。四つ目ですね。四つ目の価値です。とても大事です。失われることのない興味です。で、これは若い人に、特に、私は祈願することですけれども、どうぞ BBC だけで済ますことのないようにしてください。なぜ一つの嘘だけに、こだわるのでしょうか。でこの興味を興味というのを仏法の文脈で直しますに言い直しますと、これは真実に対するなくなることのない失われることのない興味ということです。一つのステートメントに満足せず、相対的な真実であるとか究極の真実であるとか、いろいろなことに興味を持って、真実に興味を持ってください。次、5つ目です。ヨーロッパで聞いている方は少し、疑問に思っているかもしれませんけれども。少しはあるかもしれませんけれども、あまり文化とは関係のないところです。5番と6番、5番目と6番目の価値をまとめて、話しますと、間違ったことをするということに対して恥ずかしく思うということと、間違ったことをしてしまうということにのへの恐れですね。で、これは大事なことです。自分の姉妹や兄弟と寝るというようなこと、これは恥ずかしいことだというふうにされていますね。そのような意味です。しかしそれを仏法と関連づけて話すとすると、もう少し洗練されたところの話をしますと、
仏教徒になって1ヶ月目だとします。1ヶ月目は、仏像の前を裸で歩かない。それを敬意のある行動ではありませんね。5年後。No matter where I am, he will see me. You understand? 5年後、お風呂で裸になった時に、ちょっと待ってよ。ブッダは全知だったなっていう考えが浮かんで、そして、羞恥心みたいなものが、恥ずかしさの感覚みたいなものが生まれるわけです。で、そこで、バスタオルを巻いたりしてしまうわけです。これは非常に重要な点です。いいカルマを生み出しているのか、悪いカルマを生み出しているかというのを誰が見ているかということですね。皆さんは自分自身の動機を分かっているわけです。仏教の師が、仏像の前で裸にならないようにしていることで、利益を積んでいるよというふうに言うわけでもないわけです。そして、ブダはには一切地があったよねということに気づくということによっても同じだけの利益を積んでいるわけです。こう羞恥心、恥ずかしいという感覚ですね。でこれは非常に、大切な価値です。恥ずかしい羞恥心というのは適切な訳ではないかもしれません。でこの価値の難しいところはですね、この儒教のメンツを保つという価値観がここで乗っ取ってくる可能性があるということです。でこの次の間違ったことをしてしまうのではないかという恐れというのは自分自身というよりも他の人との関わりにおいてのことです。でもう少し簡単に優しく分かりやすく話すと、何か悪いことを他のものにしてしまったときに、こう悪い感じがすると、悪く思うというようなことですね。
says, oh, I'm sorry, apologizing, you know, like declaring your mistake, they may have come from this. Or the first one, I mean the fifth one also. で、この何か悪いことをしてしまったときにごめんなさいというふうに謝るという、それによって自分が悪いことをしたというふうことを認めるというのは、この価値観から来ているように思います。他のものに害を及ぼさない、害を与えない。というのは、もちろん先に話した共感というところからも来ていると思います。7つ目の価値というのは少し複雑です。Prajna, which is okay, wisdom. So okay, so put it just first generally. The seventh value is the prajna. 七つ目これは、知恵プラジュナです。So, a lot of us, we, you know, like, for instance, parents put so much emphasis on education.多くの親御さんたちはお子さんの教育ということをとても重要だと思っています。お子さんの知性や教養ということをとても大切だと思っているわけです。知性とか教養というのは仏教が言う、仏教とか言うところの価値ではありません。仏教徒が価値を見出すのはプラジュナ、知恵です。頭が良かったり教養があるということは知恵を備えているという意味では必ずしもありません。とても頭が良いかもしれませんが、正是因为如此，你很聪明啊！你受过高等的教育，你可能会认为这个世界都在你的掌心之中。The Buddhist thinks not really. 佛教徒认为，仏教徒はそうでもないねと言うでしょう。As I said, we have already fired the God. Now the educated and intelligent people think they are the God. So I can create.My destiny is in my hand. Buddhist saying, not really. Your destiny is not in your hand. That's what. So you need to have the wisdom. 那如刚才所说的，我们已经私たちはもうすでに神々から仕事を奪ってしまったわけです。でこの頭のいい、高いレベルの教育を受けた人たちはその役割は自分にあると、自分の運命を自分で決められるのだというふうに、思うでしょう。しかしそれに対して、仏教徒というのはそうでもないよねというふうに言うわけです。でそこに、知恵が必要となってくるわけです。
究極的には、空性を理解するという知恵をのことを仏教とは言います。Well, I think something like you it doesn't mean that you don't try or you, what do you call it, you don't do any of this education, or it doesn't mean at all. Because if you do that, that's actually the reverse. You're actually believing that nothing will work. 那人们先刚才提到这个だからといってその努力を全くしないというわけではないわけですね。そこに向かおうとするふうに努めるということを全くしないということになってしまうと、それは何も機能しないということを信じているという、その全く反対のことになってしまうわけです。Seven different ways, sort of how Buddhists sometimes categorize when Buddhists talk about value. で、これが仏教徒が価値観といったときに、価値といったときに、しばしば用いる7つの価値のカテゴリーです。では質問を受けようと思います。Zoom から来ている質問です。This question came in. Tashitale Rinpochela, what do you think of some Buddhist practitioners and masters who think of being LGBT is dukkha and who sometimes stigmatize us? What advice would you give them? Thank you. Yes. What do you think of Buddhist practitioners and masters who think of being LGBT is dukkha?LGBT であることはドゥッカ、苦しみであるというふうに仏教の師たちは考えるのでしょうかという質問です。LGBT であるからといって、より多くの苦しみがあるというわけではありません。状況によると思います。自分がその流動性のあるジェンダーであるというふうに信じている弟子がいますけれども。
朝は女の子のような服装をし、そして夜には男性の服装をしている、そのような人です。何かこう会う約束をしている時にも、その準備ができるまでに、10分20分余計にかかります。それはいろんなデコレーションを施しているからですね。時間あんまりないのになんでその2つも3つもの種類のいろいろな服装を持って歩いているのというふうに聞いたことがあります。そこで彼が私に言ったのは、リンポチェ何かこう失っているものがあるということに気がついていませんねと、レースのついたブラジャーをするというのはこんなに素敵なことなんですよというふうに言いました。そのことについて私はその後何日か考えてしまいました。There's a more recent one that came online from the online audience. Thank you for your precious teaching. When you say contentment with everything except the truth, does this mean that you should continue to search for the truth? Continue the curiosity in pursuit of the truth?満足ということについてお話しなさっていましたけれども、それは真実を探し続けていくということでしょうか。その通りです。真実を追い求めて、いくということですけれども、それはそれについて聞き、そして、よくよく考えてみるということではなく、だけではなく、それを実践するということも含みます。There are a few more, so I'm not sure whether the audience would like to ask.Dear Rinpoche, how does the confidence arise from discipline, Sila, not false or become conceit? 源自于这个この自信というものがすべて、そのうぬぼれということにつながるのでしょうか。うぬぼれにつながらない自信というのもあるように思います。このコンフィデンスという言葉、今使っている言葉はチベット語のポパという言葉ですけれども、このポパという言葉は古い習慣から抜け出すことができるということです。But habit is always like a few steps ahead, always, isn't it? しかし習慣というのはいつも何歩か先を行っています。They say
way to counter is by adopting this consistency but a short discipline method. That can be anything, sitting, not just. I think this is the problem with the Buddhists. The moment they hear the word discipline, then they're always interpreting as sitting or doing something supposedly holy. You understand? Not necessarily.この古い習慣に対抗するこの習慣をやめるというには有効な手段というのは続けてやること、そして短いプラクティスを続けてやっていくことということです。でこれは座るとか座布に座るとか、何か神聖なことをするということだけではありません。でここは仏教徒の多くがよく間違いを起こすところですので注意しなければいけません。 OK What do you call it? Discipline especially for the beginners has thiselement of routine. 特に初心者の方についての規律の実践ということについて言えば、ルーティーンとするということです。ルーティーンというのは私たちはあまり、好きではありませんね。しかしこのルーティンをやるということは、古い習慣をから抜け出すためには非常に有効な手段です。At the same time, discipline also has something to do with disrupting another routine.あるいは別のルーティーンを崩す、破るというのも良い方法です。I guess, so the balance of adopting a routine and disrupting another routine, this within your capacity, you, if you apply,then sense of achievement, sense of, I don't know, yeah, achievement. ですから、ルーティーンを行う、あるいは別のルーティーンを破るということを自分のできる範囲で、ご自身のできる範囲でやってみるということが良いと思います。それによって、達成感を感じることができるでしょう。他就会给你带来一种成就感。Yeah, it's difficult, but at the same time, it's doable. 他很困难。難しいとは思いますけれども、できると思います。その難しいのはちょっとトリッキーだからですね。減量をしたいと思います。76キロから75キロに体重を減らしたいとします。それとても長い時間かかるでしょう。Discipline is sometimes a bit like this. Okay. Okay, so then you have this really your favorite pasta shop somewhere.規律というのは次のようなものです。自分の好きなパスタのお店があるとします。で、その75キロまで減量したら、その自分の好きなパスタのお店でパスタを食べて、それをご褒美にしようというふうにするとします。
しかしそこにはリスクが伴います。しかし同時に、それでうまくいくこともあるでしょう。とても賢くやらなければいけません。Can we take two questions from the audience who have written in? The first question is, what do you think about OnlyFans? OnlyFans is an online, I checked her, online subscription platform known for hosting adult content, and the revenue is about $900 million.I will look at it and then tell you. 有这个成人网站，就是应该是何かオンラインのサブスクリプションのものがあるようなのですが、それについてどう思いますかという質問でしたけれども、リンプチからのお答えは、見てみてから答えますということでした。おそらくさっきお話しした3つ目のディシプリンをそこで実践してみようかなと思います。他の人たちを利するというやつですね。それを願いながら見てみたいと思います。900 million as of 2021, two years ago. That means these guys have some really good tricks. 90億の？2021年、所以仁波切说他们有一些方法。他们有些手段。If even once they could somewhere say.That all compounded things are impermanent. Why not? 非常に大勢のサブスクライバーがいるようですけれども、そのサイトで、組み合わせによって成り立つすべてのものは無常であると一回でも言ってくれたらいいなというふうに思います。How do I check whether I am led by my pride, confusion, or ego, or wisdom? Can you suggest a way?自分が知恵によって、動機づけされているのか、あるいはエゴに動機づけされているのかを自分でチェックするのはどういうふうにした方がしたらいいですかという質問です。リンパチェからの答えは、大抵の場合それは少し難しいことです。That's why one of the value we talked earlier, curiosity, never stop learning. I guess that's why the value is there. ですから、その興味という価値があるわけですね。そこに興味を持ち、自分で探求する、その知恵を探求する、自分自身を探求するということが大事だということです。自分の下にある絨毯を自分で引き抜くようなそのような方法がありますけれども、しかし倫理というのは一般的に言ってプライドであるとか価値判断であるとかあるいは自分が上であるというような感覚というのをもたらすものです。自分が人よりも優れているというような感覚ですねをもたらすものです。
over to the audience. We'll take a question from the gentleman earlier. Good afternoon, Rinpoche. My friends and I actually want to wish you good health and thank you for the teaching. On the path towards knowing the truth, we need wisdom, we need method. Earlier you mentioned about using empathy as also a method. How different is this empathy as compared to compassion? ウィズダム、知恵と方便が必要だというお話でした。そして、共感のお話がありましたけれども、共感と慈悲というのはどのように違うのでしょうか。この慈悲というような言葉については私は非常に、ざっくりと使っています。仏教でいうところのカルーナやニンジェという言葉には非常に深い広い意味があります。そして実際にはシュンヤタを理解するということがカルーナ、コンパーションです。慈悲ですね。ナガラジュナの教えの中に、似たような部分がありますので、それを引いてご説明しようと思います。これはナガルジューナによる、知恵についての60の下という文書から来ているものです。私が魔術師だとします。皆さんはその魔術を見ている観客です。私がこれを全部作り出しました。私の魔法を使ってですね。皆さん子供です。ナガルジュナは子供という言葉を実際に使っています。子供というよりは成熟していない未熟なという意味ですね。未熟な人、皆さん未熟な人です。騙されやすい、ですから私がやるものを見て、皆さんこう感動するわけです。私がこれをこう引き抜くと怒るとかそういうことですね。私は魔術師です。ですから私はには分かっています。皆さんが騙されているというのを知っています。楽しかったり、悲しかったりするのも私はみんな知っています。慈悲について話をしているわけですけれども、
私が皆さんがその悲しくなったり怒ったりハッピーになったりしているのを私が知っているというのは幼稚園レベルの慈悲です。幼稚園レベルです。大きな意味での慈悲ではありません。で、隣の部屋にいる人がこれが起こっていることを知らないわけです。隣にいるの部屋にいる人は知らないわけです。ですからその隣の部屋の人のところに行って、知ってるこんな未熟な人たちが騙されていてね、そしてマジシャンがいてね、っていうような話をしたとしても、それ全然知らないわけですね、隣の部屋にいる人は。ですからそのようなその人たちがするジェスチャーというのは反応というのはああそうなのぐらいですね。でそのレベルの慈悲というのは、まあ、大学院レベルの慈悲でしょう。ですから大乗の慈悲というコンセプトは概念というのは非常に広大なものです。多くの場合私たちは菩薩のレベルの、そのここで言ったところのマジシャンのレベルの慈悲のことを話しています。We apologize first because there are a lot of questions from the audience, and we would like to give the audience on the left and right side the opportunity to ask some questions. So those who have very key questions can raise our hand so that one of our volunteers. Okay, we have a lady from the back. Thank you. I really enjoyed the discussion this morning about values. So my question is around the role of.Respect for authority versus assertive advocacy for the needs of people in the grassroots. So, for example, you know that there have been a monk or two in the Mahayana tradition overseas that have been involved in sexual indecencies with women, and it has taken women a long time to.Be able to file some kind of, you know, legal action and come together as a community to look at how to resolve this conflict and be able to bring these leaders to understand what they have done to women who have been, I guess, in positions of vulnerability. So that's just one example. And then, of course, we've got racial conflicts where people have.A black woman stands up in the bus and goes, you know, I'm not going to accept that I can't take the public bus because I'm black and the rest of the people are white. So what would you say about challenging the norms versus following maybe what we see as just karma playing out? Thank you. 我简短的说就是体制側とそれから草の根の愛の人へのアドボカシーということがよく言われますけれども、例えば、性的な問題が起こった性的な暴力の問題が起こったときに、それについて、多くのその解決のために多くの時間が費やされたり、あるいは民族間の争い、の解決に多くの時間が要したりしています。そのようなことについて、どのように思われますか？
说他们对女性做的这些东西的影响。然后另外一个例子就是种族之间的纠纷，比方说一个黑人的这个女性呢，她觉得她没有办法搭一个公共巴士，因为上面全部都是白人。关于这些你有什么看法？那我们是他的问题主要就是说，我们是应该挑战这些大家认为习以为常的事情呢，还是我们就顺着他说这一切都是各自的业力？ Your last part of the question, the karma playing out, that's very important.質問の最後の方で、カルマについての言及がありましたけれども、それはとても大事なことです。なぜなら、すべてのことはカルマによるものです。ですから、間違ったことは正されなければならず、そして、公表されなければいけないものは公表されなければいけない、わけです。Most importantly, the victims need to be, you know, saved. 最重要的是受害者呢。最も重要なことは犠牲となった人は救済されなければいけませんし。In the case of sexual misconduct from the teachers, whatever, for the Dharma, for the Buddha Dharma, for the sake of the Buddha Dharma, these things need to be.These things need to be talked and sorted out. 特に、性的な暴力のことについて言えば、仏法のためにもそれは解決されなければいけないことだと思います。And this is something that has happened long, I mean, time immemorial, isn't it? これはずっとずっと前から起こっていることです。And in different time, different people have tried to manage that. I don't know, try to sort this out, try to solve the problem.違う時代にそれぞれの人々がそれぞれのに起こっている問題を解決しようとしてきたわけです。しかし民族的な問題というのはそれほど簡単なことではありません。それは突き詰めていくとアイデンティティの問題に突き当たるわけです。This obsession towards the identity, you know, this like对于身份的执着。It has, I don't want to say caused a lot of problems, but it is related. You know, all these problems that we have is looks like it's related to one big one, is an identity problem.私たちの直面している問題の多くは突き詰めるとこのアイデンティティの問題に行き着くと思います。これは私たちが取り憑かれていることですね。アイデンティティというのは fundamentally we
answered ourselves this question, who I am, do I exist, what I am? 根本的なところで私たちはこのアイデンティティの問題、自分は誰か、自分は存在しているのかというような問いには答えを見出せていないと思います。国の中に、国がある程度豊かで、人々は満たされていれば、このアイデンティティクライシスというのはそれほど問題として表面に出てくることは少ないように思います。From the right side. I'm going to ask you a personal question, which I hope will benefit others who are listening as well. Rinpoche, if we've done something unethical in our lives, we recognize it that we have done something unethical. Besides the deep regret.What are practical things that you can do so that the depression of, you know, I've done something so unethical doesn't overpower your life? When 私たちが、Buddhism, the regret or this, regret has already dented that, force of negativity.You see, now we are talking about a value, This is just another value. We are now talking in more detail. 那这位女士她的问题是，如果我们曾经呢在生命中做过一些不道德的事情，然后感到什么？质问是，何か非倫理に基づかない、倫理に反するようなことをしてしまったときに、非常に後悔の念に駆られるけれども、その後悔の念に駆られて落ち込んでしまわないように何かできることはありませんかという質問でした。で、リンポチェからのお答えは、この後悔するということ自体、それがもうすでに、自身の中にある、ネガティブな力に何かダメージをすでに与えているのですというお答えでした。有些佛经里面他们是一个很大的清净法。自分で後悔するというその後悔ということが清める力を持っているということです。でその後悔した後その、倫理に反することをしてしまったということを、認め、そしてそれについて語り、それによって、冷ますということですね。冷ますということを言っていたのを覚えていらっしゃるでしょうか。その
倫理に反することをしてしまったことを、その間違いを正すということができるならやったら良いと思いますけども、それはそれほど大事なことではなく、それよりもその後悔するということがまず大事なことです。多くの仏教の経典で言われていることですけれども、この後悔というのは非常に大事なもので、その後悔するということがその人が真の悲しみの心を持っている証拠であるというふうに言っている経典があります。でこのハスというのは泥の中から育つわけですけれども、この煩悩にまみれたその私たちの心というのがこの泥なわけですね。でその中からハスは育つということです。Confession is maybe not the right word. Exposition. 实际而言呢，你可以。その倫理に劣ることを やってしまったということを晒すということですね。まあ、告白するということよりもそれを見せる、あるいは晒すということですけれども。それができることだと思います。それ以上にもし何かやりたければいろいろな儀式儀礼があり、儀式があります。密教の儀式もあります。法要もあります。最も美しいのは日本で行われているものです。8人の菩薩がいます。でそれぞれの菩薩にはその専門の分野があるわけですね。文殊菩薩であれば知恵であるとか、その分野があるわけですけれども、アカシャガルバという菩薩がいます。そして、そのバケツ一杯の水を、このアカシャガルバにかけるという儀式があります。そして、ダラニを唱えるというのがあります。でそこではその儀式を信頼しなければいけないわけです。信頼するということの価値について話したのを覚えていらっしゃいますでしょうか。本当に信頼すると そのようになるわけです。ですから取るに足らないような豆を剥いて、焙煎して、そして粉にしてお湯を注げばコーヒーになるわけです。そういうものです。カルマについて、言えば
コーヒーが、コーヒーの発祥の地は確かモロッコだったと思いますけども、このカディというヤギから始まったというふうに言われています。ある意味で私たちはみんなこのカディにつながっているわけです。最後の質問です。もし知恵が運転手だとすると、それは それが意味することは、倫理というのをもう一回評価し直すべきでしょうかという質問ですけれども、リンポチのお答えは、ウィズダムが運転しているならば、それが、その慈悲と倫理を再評価しているということになります。それが、ウィズダム、知恵がドライバーであることの良い点です。問題が起こるのは倫理が運転しているときです。その時には知恵は車の中に、知恵さえもいません。その場合、車の中に、その再評価をする人は誰もいないという状況になっているわけです。いいでしょう。